宮下駅は、かつて、福島県岩木市小名浜に存在した、福島臨海鉄道の貨物駅である。福島臨海鉄道本線のほか、過去には、小名浜不頭本線も接続していた。廃止時点では、東方亜園小名浜精錬所への専用線に、発着する車扱い貨物を取り扱っていた。精錬所からは専用線を通じて、亜鉛製功、亜鉛焼港を、 安中駅へ発送していた。阿炎製港の輸送は時2万5千経過車が、阿炎や機構の輸送は、多機1万5千6百経過車がそれぞれになっており、これらの常備駅でもあった。かつては農流産の発送があり、東北地方の工場へ輸送されていたが、2005年3月をもってトラック輸送に転換され廃止された。小浜港地震災復興土地区画整理事業に、 ともない、隣接する小名浜駅が約600メートル西側へ移転することになり、東方アイン専用線も移転後の小名浜駅へ接続する工事が行われ、2015年1月13日に新しい小名浜駅が開業するとともに当駅は廃止となった。廃止時点では専用線発議者扱い貨物の取扱い駅であった。地上駅で駅西側にある。 東方アイエン・オナハマ製錬所への専用線があった。その他、日本火星・オナハマ工場への専用線もあったが、すでに廃止されている。日本火星線は、工場内を経由し、隣のオナハマ駅へ続いていた。ありがとうございます。